ニュースを伝えします。偉大な金正恩同志の朝鮮労働党総書記推挙20周年と朝鮮労働党創立72周年に際して敬愛する最高指導者金正恩元帥の不朽の著作、偉大な金正恩同志を我が党の永遠なる総書記として高くいただき、父の革命偉業を立派に成し遂げようが、ベネズエラのリトコピ出版社から出版されました。また朝鮮労働党創立72周年に際して金正恩元帥の不朽の著作、人民大衆へのメッシ奉仕は朝鮮労働党の存在方式であり不抜の力の源であるが、ブルガリアキム・イルソン金正恩主義研究会のホームページに載りました。偉大な金正恩同志の朝鮮労働党総書記推挙20周年と朝鮮労働党創立72周年に際してロシアとセルビアの政党で金正恩総書記の業績についての討論会が行われました。諸政党の人と市民多数が参加した討論会で発言した人たちは、朝鮮労働党はあらゆる困難を乗り越えて対立を思想の面で純潔なものに作り、指導者と党大衆の一心団結を盤石のように固めた老練な党である。朝鮮労働党の全ての勝利の秘訣は優れた指導者である金日成主席と金正恩総書記の導きを受けているところにある。尊敬する金正恩元帥によって主席と総書記の偉業はそのまま引き継がれていると述べました。偉大な金正恩同志の朝鮮労働党総書記推挙20周年と朝鮮労働党創立72周年に際して各国のマスコミが特集し、朝鮮の記録映画を放映しました。今後民主共和国の雑誌環境中止、ベラルーシの新聞であるルペルドとサムストヤチェルノスキ、イギリスの新聞プロレタリアン、カンボジア国営ラジオは、朝鮮労働党の創立と発展に尽くして成した偉大な金日成主席と金正恩総書記の不滅の業績と、敬愛する最高指導者金正恩元帥の正しい導きのもと、共和国で収められている驚くべき成果、朝鮮労働党の不抜さと政治方式について伝えました。ミャンマーテレビは朝鮮の記録映画朝鮮労働党の旗を特別放映しました。今後民主共和国の雑誌は太陽のように明るく微笑む主席と総書記の写真と金正恩元帥の写真を載せました。平壌北道の各所に偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記を描いたモザイク画が建てられ、その竣工式が行われました。主席と総書記の優しい姿を描いたモザイク画、北東山に登ってがイジュ郡とトンリム郡、チョンジュ鉄道分局のソブ駅に、テユドン鉱山にはモザイク画偉大な祖国が、リョンチョン郡チャンサンリ、ソンチョン郡ソクファリにはモザイク画豊作が建てられました。第6回全国奉還金社大会が25日フィンランドの重要文化宮殿で行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局常任委員会委員の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会キム・ヨンナム委員長と関係者、各級社会主義順法生活指導委員会の人、法関係者、模範的な法解説係が大会に参加しました。朝鮮労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が第6回全国奉還金社大会の参加者に送った歴史的な書簡をキム・ヨンナム委員長が読み上げました。大会では第5回大会からこの5年間社会的に革命的な順法寄付を確立する上で収めた成果と経験教訓が分析総括され、革命発展の要請に即して社会主義順法生活をさらに強化するための課題と法とが討議されました。大会では発言がありました。敬愛する最高指導者金正恩元帥の不朽の著作、金日成金正恩労働者階級の時代の任務と職業同盟組織の課題の発表1周年記念職業同盟の活動経験発表会が25日平壌の中央労働者会館で行われました。朝鮮職業総同盟中央委員会チュ・ヨンギル委員長と職業同盟の活動家、初級活動家が出席しました。発表会では
金正恩元帥の普及の著作に示された重要課題を実行するために、職業同盟の活動家と初級活動家が職業同盟組織を強い組織力と団結力を誇る隊列に固める上で収めた成果と経験が紹介されました。23日から25日まで平壌の科学技術殿堂で、朝鮮科学技術総連盟中央委員会の主催による第4回全国キノコ栽培技術経験発表会及び技術講習が行われました。キム・イソン総合大学国家科学院農業省傘下の中央キノコ研究所をはじめ、30余りのところの科学者、技術者、教員、研究者、キノコ栽培場の人たちが出席しました。発表会では、先進的で実利のある栽培法を積極的に取り入れて、キノコの品種を増やし、低コスト、省エネを図り、産業を増やすために努めて収めた成果と経験が紹介されました。評価の高い人たちに賞書が授けられ、表彰がありました。2017年アジアサッカー連盟19歳以下女子選手権大会で、朝鮮チームが決勝進出を果たしました。25日の準決勝でオーストラリア3対0で下して決勝に進出した朝鮮チームは、フランスで行われる国際サッカー連盟2018年20歳以下女子ワールドカップ大会出場の切符を手に入れました。朝鮮チームは28日の決勝で日本と対戦します。26日南朝鮮人権対策協会スポークスマンが談話を発表しました。断じて許せない機械の題材のため、キャンドル・ミンに弾劾され5個につながれたパク・クンヘが、出し抜けに人権を侵害されているとのたわごとを並べ立てて、南朝鮮各界の非難の矢面に立っていることを受けてのもので、談話は、パク・クンヘは先日法律諮問会社の NH グループを通して、けがらわしく冷たい官房に閉じ込められている、まともに眠れないように明かりをつけっぱなしでいる、治療もろくに受けられず慢性疾患が悪化しているという偽りの主張を盛り込んだ人権侵害報告書なるものを作って、国連人権最高代表事務所に提出し、 CNN を通じて世論化した。ソウル拘置所側はこれに即刻反発して、事実無根だ、畳式敷物を使用しており暖房まで送っている、中心灯もワット数が低いので支障がないと一つ一つ反駁し、全面的に否認した。共に民主党、正義党をはじめ南朝鮮の社会各界は一斉に奮撃を表し、人権侵害とは話にもならない、一般集会者に比べ10倍近くの広い部屋を一人で使いゴージャスな生活をしている、人権侵害者がむしろ国際機関にまで提訴しているのは全くもって公安無知なことだ、そのような主張を続けるなら一般の集会者のように扱えと高圧的な姿勢をとっている。パク・クンヘの逆転は、天との逆だとバンコと裁いたキャンドル・ミンに真っ向から挑むもので、我慢ならない愚弄だ。南朝鮮の各階層がパク・クンヘの行為に奮撃し、一時も早く裁判を締めくくってパク・クンヘを重刑に処することを強く求めているが、至極当然だと言えよう。パク・クンヘに対する人権侵害報告書なるものを差し出された国連人権最高代表事務所も、検討する事項ではないと跳ね返したので、パク・クンヘは見捨てられた犬のような存在になってしまった。パク・クンヘとその残党が国連人権機関に提訴する芝居を打ったのは、破滅のどん底から抜け出ようと必死になっていることをはっきりと見せている。南朝鮮の各階層は、パク・クンヘの狡猾な集体に警戒心を強めるべきで、パク・クンヘとその残党をあくまで一人残らず撲滅するために一層力強く戦うべきだと述べています。26日、朝鮮民主主義人民共和国国家体育指導委員会スポークスマンが談話を発表しました。アメリカ主導の共和国に対する反共団の制裁とプレッシャーがスポーツにまで深く触手を伸ばしていることを受けてのもので、談話は、アメリカが制裁項目に各種運動器具を含め、その販売だけでなくスポーツ関連の国際機関が共和国に寄贈する運動器具の当該国の通貨も遮断させている、アメリカの卑劣で必要な圧力のため
一部の国は契約国の合意で平壌で開催されることになっていた正常な往来協議が1年以上も延ばされており、すでにスポーツ関連の国際機関が契約国で主催することを決めていた2017年ワールドユース柔道選手権大会と2018年ワールドユースウェイトリフティング選手権大会が取り消され、特にオーストラリアは2018年アジアサッカー連盟19歳以下選手権大会資格競技参加のための契約国選手の入国を不許可した。世界各国人民の間の友好と文明発展を図るスポーツが不純な政治的目的の犠牲にはなり得ない。ところがアメリカが最重勢力を借り立てて繰り広げている共和国のスポーツ部門に対する極悪な制裁は現代文明を破壊するだけでなく、我々の思想と制度を崩し、諸村人民の文化生活の共有まで完全に遮断するところにその目的があることを示している。最近トランプが国連総会で共和国の完全破壊のような文言を吐いたのがそれを立証している。アメリカが主権国の制度転覆を狙って神聖なスポーツまで政治的に悪用しているが、スポーツ関連の国際機関は世界の平和と発展を図り、人間の体力の発展と現代文明を促すスポーツの理念を守るべきだ。共和国はすでに明らかにしたように、共和国の自主権と生存権、発展の権利を抹殺する目的のもとに行われているあらゆる形の反人民の野蛮な制裁に対し徹底的に計算し、必ずその代償を支払わせるだろうと述べています。南朝鮮のインターネットメディアニュープラスによりますと、朝鮮民衆連帯という団体が21日、米海軍司令部前で原子力空母の入港に抗議する集会を開きました。一方、南朝鮮のインターネットメディア統一ニュースによりますと、6月15日共同宣言実践南側委員会テジョン本部と国民主権実現石兵生産テジョン運動本部をはじめテジョン地域の各団体が戦争狂トランプの南朝鮮訪問を前に23日からテジョン市の各所で反戦平和の宣伝キャンペーンを展開しています。共和国の月の威力に恐れをなして世界に向けて吐いたアメリカ当局者の史上最悪の訪問は、世界の平和を重んじる進歩的な人々の強い反発を買っています。南アフリカ共産党ムーマランガ州委員会初期の南アフリカ朝鮮人民との友好連帯協会会長は、世界に向けて反人民の暴言を吐いたトランプは大統領の資格はおろか正常な思考力に欠けた乱暴な戦争狂だと非難しました。ジュニア・チュチェ文学思想研究会会長は、朝鮮の完全破壊の暴言を吐いたトランプの狂気沙汰はアメリカの高顔無知さを赤裸々に見せるだけだ、死を好む戦争狂は火で懲らしめるべきだと怒りを吐露しました。コンゴ民主共和国の労働党書記長をはじめ各国の人は、国と民族の自主権と世界の平和を守るための諸村の全ての自衛の措置は正当なものだ、アメリカは強制を張らず諸村に対して慎重な態度を取るべきだと主張しました。以上、この時間のニュース、大井ニュースクがお伝えしました。こちらは諸村の声放送です。